能登半島のランドサット衛星写真。スペースシャトル標高データ使用。半島を横切る大ー平野の北辺が美情山。美情山は、本州中部日本海側の能登半島中央部にある山。石川県白井市、白井郡志賀町、鹿島郡中野都町にまたがる。本港では、美情山から北方に広がる、眉竹山地についても記述する。能登半島中央部を、 南西から北東方向に横切るように伸びる大地平野の北辺に沿って、白石芝垣町付近から、鹿島郡中野都町、一都付近まで標高100メートルの180メートルほどの、峰が幅約4キロメートル、長さ約16キロメートルにわたって連っている。そのなだらかな山並みから、眉影山、美女山、美山などとも呼ばれる。標高の最高地点は、 中野都庁西馬場にある雷が、峰の188メートル。美城山の南東斜面は、断層崖となっている。分水嶺から、大地平野まで約1キロメートルで、主要な河川はない。美城山の北方は七尾西湾方向に向かって、丘陵上の山地帯が続いている。眉岳山地の最高地点である、眉岳が、丘は、標高225メートルである。 マユタケ山地の西側には、オフル川が流れ、滋賀町高浜町付近で、日本海に流れ出ている。一方、山地東側を流れるイクル川は、大地平野を挟んだ反対側にある、イスルギ山から流れてきた二宮川と合流し、七尾市タ浜町付近で七尾西湾に注いでいる。能登半島北部は、急停線高度の測定から宝立山地、八伏山地、 猿山山地、桑塚山地、眉岳山地、大地底地帯の6つの地殻に区分される。これらの地殻が形成されたのは、日本海の拡大期である、新第三期中心を前期から中期で、これらは、地殻が伸長することで形成される、正断層であったとされる。微壌山の地質は主にこの時期の体積岩である、ことから、この当時、眉岳山地は、 現在とは逆に、大地低地帯に対して沈行した北側低下の西断層であったと考えられている。日本海の拡大が停止すると、逆に、能登半島は中心横沖期に南北に圧縮され始め、また第四期先進横沖期以降は、日本列島全体が東西に圧縮されるようになった。この地殻変動に伴い、これらの西断層が今度は逆断層となって、 再活動し、マユタケ山地は隆起し、大地低地帯が沈降する現在の地形が作られたとされている。現在、マユタケ山地と大地低地帯の断層は、美城山断層帯と呼ばれる、活断層帯となっている。美城山の最高地点である雷が峰には、古墳時代前期の4世紀中頃から後半に、 築造されたと考えられている、全長約64メートルの前方後方墳がある。この他一帯には、前方後円墳1基や円墳など34基が点在している。1982年に国の史跡に指定された。1号墳や2号墳の周辺は古墳公園として整備、復元され、一号墳は築造当時の吹石が露出展示されているほか。 出土品などは隣接する、雨の宮の東部の館で見ることができる。美上山トンネル AB 竹内ただし、日本三名相乱1万8000山の住所録、白山書房 ABCD、角川日本地名大事典17石川県、角川書店 AB、眉竹が丘休憩所ホット、石川旅ネットハット ABCD、2007年のと、半島地震被害調査報告書、 1> 第1章地震及び地震動公益遮団、法人土木学会 ABC、美女山第2断層による地震の、断層モデルを用いた手法による、地震動評価結果について、原子力安全委員会。雨の都噴群出土品石川県、国指定史跡中野と町の都噴群財団法人石川県埋蔵文化財センター、石川県と、時石川県。 一般県道志賀六聖線美上山トンネル、石川県、中野との地域観光流を担います。一般県道志賀六聖線石川県、能登城深い館ホット、石川旅ネット。ありがとうございます。